大体フリスクとフローターがあるというそこからの質問になります。先ほどもやりましたけども、上の選手に対してまっすぐ入ったら大変危険です。相手の圧力まともに受けますので簡単に立つ際や危険なポジションになります。居心地のいいポジションではなくなりますので危険ですので、相手の圧力もまともにかからない安全な居心地のいいポジションになります。もし相手が回ってきたらまた手を抜いていくので、このまま流すという方法もありますよね。まずは相手に対して横に入りました。そうするとここでこの手が回ってきますので次は手が入ってきます。そしたら持ってそれを抜きます。状態が頭の位置が下がりました。相手を崩しやすい形になりました。頭を下げることができました。相手の頭を下げるために腕を取ります。そしたら残った手でもう一度マットをしっかりつけて、お尻少し下げて外側の足を相手のすねにつけます。すね同士くっつくようになってますね。そしたら残った手、置いた手を襟に崩します。崩しながら立って、つく手がないので相対軸を返します。右に行ったまま左のポジションを持ってキープします。もう一回やります。そこから続いて横に入ります。頭の位置が下がれば崩しやすい。お尻を引いて、爪同士を合わせます。襟を持って、爪を引いて、手がつけないので、引き下げます。腕をしっかり取って、3秒以上引き出します。はい、気持ちでやってみましょう。得意な方だけでいいです。得意な方だけでいいです。まずこの形で、この体のさばきを覚えましょう。ゆっくりでいいですよ。まずは手をしっかりついて、対して足を横につく入れるね。絶対手には正面に入らない。どんどん自分から横に入っていきます。